あ、おはようございます。おはよう。お、塩化度高く機嫌もいいじゃん。何しよっかね。まあ曲を作るんだけど、あとアドバイスから。うん、感激です。うん、あ、全然違うことを言ってきてるわけでもないんだ。関係あるね。そうですよ。うん、何か言葉を教えましょう。そうな、そうそう、難しい言葉は使いこなせないので、人の名前や物の名前、それと地名ぐらいなら覚えられると思う。地名、名前、地名、名前、物。はい、じゃあ化学工場を覚えて。はい、化学工場ですか。ところで化学工場って何なんでしょう。まあまあ好きな場所あたりにしておきますか。うん、人の名前な、人の名前、何をもう覚えさせようか。はい、じゃあなんか無難なところで炭治郎をね、入れました。はい、炭治郎ですか。ところで炭治郎って何なんでしょう。まあ人の名前。なるほど、人の名前でしたか。きっと素敵な人なんでしょうね。そうね、家族思い。ということで、また後で。ん？でも任せるもあったな。教わった言葉はどんどん使っていきますよ。じゃあ演歌作ろうか。そうですね。うん。まあでも4畳半にこだわってたからな。あ、星がついてるな。人生にはついてない。星の意味は。こたつとみかんは冬に置いておこう。4畳半で歌を作ろう。うん。ビールに何度はとっとと寝よう。青春時代が住む同棲を。猫はよぎれば南なのだよ。そっと片付けろ、いいゴキブリに。彼女いません、引き戸です。思えばこっくりとやるせなさそう。いやー、あー、ん、全部シュールレアリズム演歌の真髄伝授してくださいじゃないよ。作り直しさせたいけどな。作り直しさせると機嫌悪くなっちゃう可能性あるからな。まずビールに何度っていう意味がわかんないんで。はあ、別れたあのことだね。うん、別れたあのこと、とっとと寝よう。これ一応、まあ、別れたあのこと、昼に話した。いや、ちょっと弱いな。この歌詞の添削はね、なんか力入れろみたいなこと言ってたからね。別れたあの子と布団を敷くの。まあそういうお色気路線も悪くはないんだけどな。まだこう、爽やかさで関わり合ったぐらいが、まあ、いや違うな。別れたあの子と残しだとちょっと違うな。
うん、酒を飲み合うあたりがいいね。酒を飲み合うっていうのはどういう意味なんだろうね。青春時代がよみがえるみたいな。青春時代がピンとこないな。言葉がピンとこない。我が町ですねはギリだったな。ちょっとこれ時間かかるな。このパート動画でカットしちゃおうかな。青春時代が、やっぱ出てこないもんな、いいフレーズが。はい、じゃあ歌詞の歌詞作りちょっとやっておきます。はい、歌詞作りましたけど、なんかピンとは来てないっすね。別れたあの子と酒を飲み合う、青春時代が友達なのね。遥かな路地裏一人を分かる、出て行かないで表さないで、誰も来ないぞせめて六畳、中央線へ伝えて行って。なんかね、歌詞を選んでる時に、クマが、これはいいですねっていう時と、え、こんなの選ぶんですかっていう時があったんで、もしかしたらフラグとしては、クマがこれいいですねばっかりを集めれば、いいのかもしれないなーっていうのはちょっとやってて思いましたが、まあこれで歌詞完成しましょう。うん、いいよ。まあちょっと意味わかんないけどね。雰囲気、雰囲気。あとは、そう、曲。うん。この歌詞にあるメロディーを考えておいて、おい、口が回んない、置いたんですよ。メロディーは全部任せる。うん。ああ、基本メロディーはクマに全部任せようかなと。わかんないんだよな、これだけじゃ。よし、できましたよ。うん。2万枚だね。2万枚目だそう。そう、タイトルっすな。タイトル、中央線へ。ズバリ東よ。邦楽シリーズ、畳を返して、いや違うな。青春時代とか中央精鋭とか、なんか狙いすぎてんだよね。故郷を思えばいい。まあ、ちょっと惜しいな。というか、故郷はもう捨ててるよね。もう東京で、頑張るぞ、みたいな。頼る者はいないけれども、みたいな。なんか感覚がずれてんな。
タイトルもなんかこだわった方がいいみたいなことは言ってたような気はするんだけど、苦学生の二人、ああまあうん、ちょっと微妙だけどいいよこれで。うん。2万枚ね、行こう、2万枚機嫌よくね、歌っていけ。それっぽくなるんだよね。それっぽくはなってたんだけどね。インタビュー、僕は熊の歌は下手に師匠の影響を受けてない方が好き。だから今度のはいいと思うよ。あ、いっぱいある。まあ長い目で見てあげようよ。遠い将来いい歌手になる可能性も全然全くないってわけじゃないし。四畳半はいい。四畳半のためなら人生捨てられる。一度、熊と四畳半についてじっくり語り合いたいよ。熊か、熊はちょっと趣味じゃないな。2万枚行きたい。うん。ファンに怪我させては大変ですからね。うん。まあ、5万枚超えてくると、多分トップ10に入ってくるから。前回が多分6万枚ぐらいだったからね、多分5万枚ぐらい取れればトップ10。あー10万枚超えてきた。あーでも倍売れてるよ。よし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 。パンダ人気、あなた冬景色不動の1位だ。これ爆発的ヒットですね。他が全部ランキング総入れ替えですけどね。パンダですか。パンダが今流行ってると。いやーでも九月生の二人も3万8000枚いってっからな。いや13位、いや悪くない。トップ10見えてきましたよ。ね、いいね。あー。ベスト10まであと一歩なんだけど、後ろのクラニックベイトって何？クランクベイトか。ルアーか。ルアーだ。ん？え？演歌の位置でショート肩書き、ガイドが増えた。演歌会では新曲を作り発表する時期は大体決まっています。毎年4回。
春夏秋冬の季節の変わり目になると宇宙中の演歌歌手が一斉に新曲を出すのです。こうなったのには話せば長い複雑な経緯があります。宇宙移民時代中期、演歌が熱狂的に聞かれた時代があり、その反動である時期、演歌は大弾圧を受けました。反地球主義の人々や多ジャンルの音楽愛好家たちが口々に演歌反対と叫び、デモ行進を繰り返したのです。ついに我々演歌協会は宇宙文化省が出した超提案を飲まざるを得なくなり、そして現在の年4曲のサイクルが法律で定められたのでした。まあしかし大半の歌詞はまあそれでいいじゃんと気楽に考えているので、今のところ特に問題は起きていません。まあ曲をね、1年で4曲作るっていうのは、これはもう分かってましたからね。賞と肩書き。演歌界には多くの賞があります。中でも有名なのは宇宙三大歌謡賞と呼ばれる格式高い3つの賞。宇宙演歌大賞、4次元優先大賞、歌の祭典コンクール優勝、この3つがそれです。その他すごい賞から怪しい賞までいろいろな賞がありますが、どんな賞でももらえばその歌手の名声はぐっとアップし、肩書きも向上します。ちなみに肩書きというのは我々協会が設定しているその歌手の通り名のこと。では賞をもらうにはどうすればいいのか。答えはいい歌を作りそれをヒットさせること。やっぱりそれしかありません。ただ賞によってはあるテーマにこだわって頑張り続けることでもらえるものもあるそうです。4畳半で賞を取るまで頑張る。三大歌謡賞、さてと、秋になりましたな。はあ、これでまた曲を作っていくんですけど、僕は幸せだな。師匠といられる時が一番幸せなんだとは言ってましたけどね。なになに、何もしないと勝手に喋んな。ラッキーアイテム、洗面器。多分何もしないと勝手に喋るね。ということで、まあこんな感じで、しばらく最初のうちは1日1曲ぐらいのペースで。そうね、理想は1本10分ぐらいの動画になればいいかなとは思うんだけど。ね、作っていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。